浦幌駅です。根室本線浦幌駅にやってきましたが、ちょっと雨が降ってて非常に不愉快ね。雨が降っていて大変遺憾でございます。まあ、ただ歩行動画撮影しようと思って駅に降りたんで、まあ、ずっと駅の中にこもってるのもねもったいないんで、ちょっと散策しますけど、駅前にパチンコ屋ですかね。そしてこちらには農業倉庫がありますね。見えますかね。ね、倉庫の三角屋根がぴょんぴょんぴょんとね立ってますよね。まあ、やっぱりこういう農業倉庫とパチンコ屋があると北海道の駅前って感じがしますよね。まあ、特にこの農業倉庫はね、どの駅にもあると言っても過言ではないですからね。過言ですね。まあ、田舎町の駅前、田舎町の中心部の駅前にはよくありますよね。ビニールハウスですね。でも畑というよりも牧場っぽい匂いがしますね。駅降りた時から牧場っぽい匂いがするんですよね。土の匂いなのかな、やっぱり堆肥ですかね。まあ、多分浦幌にお住まいの方は気づかないというかね、それが標準ですから、どんなにきつい匂いでも毎日その匂いに触れていれば、その匂いがするっていうのがね、ゼロの状態になりますからね、原点ですからね。今日はこんな風に雨が降っちゃってますけど、雨が降ってて嫌だなって思うのは晴れてる日があるからですからね。晴れてる日を知ってるからこそ、まあ、それと比べて雨の日は不愉快極まりないというね、そういう気持ちになるわけであって、毎日雨が降ってればそれが当たり前ですからね。海外にはその雨季と乾季っていうのがあって、その雨が雨季になるとそのずっと雨が降りまくってて、乾季になるともうカラッと晴れてしまうっていう、そういう地域もあるらしいですね。日本は雨曇り晴れ快晴とね、天気が周期的にこうね、波打つようにねこう入れ替わっていきますけれども、もう雨の季節はもう雨ばっかりで、晴れの季節は晴ればっかりっていう、そういう地域もあるみたいで、ちょっとそういう地域って羨ましいですけどね。だって寒気の時期に行けば大抵晴れてるんでしょ。まあ、それ便利だなぁなんて思うんですけどね。さてこれは右へ行くと左へ行くのとどっちが正解なのか、まあ、とりあえず左行ってみますか。北海道浦幌町の中心部なんですけど、物の見事に歩いてる人が一人もいませんね。勝ち米だって、なんだろう、勝ち米って、十勝米かな。十勝米って聞いたことないな。十勝平野ってさ、田んぼもあるかもしれませんけど、でも畑の方が多いですよね。上品なお菓子屋さん、パン屋ですかね。そして美味しそうなソフトクリームがね。まあ、背の低いバス停がありますね。本別浦幌生活、あ、本別駅なんだ。本別行きますからね、明日。本別足寄り陸別行きますからね。浦幌も以前は十勝バスが走ってたわけですよね。あれ、帯広から浦幌行きのさ、十勝バスって以前ありましたよね。まあ、結構昔かもしれませんけど。もう鉄道だけじゃなくてバスもね、相当に潰れまくってますからね。まあ、浦幌はまあ、根室本線がありますけど。積み重ねで大きな節電になりますからね。あ、そうなんだ。ベスト電機の店先でなんか楽しそうな声が聞こえるなと思ったら、なんか節電家電のお誘いでしたね。やっぱり冷蔵庫なり洗濯機なり
テレビなりを買い替えることによって節電できますよ、だから買い替えた方が実はお得なんですよっていうね、うん、なんか宅急便のトラック多いなさっきあの白ぬかに行ってきたんですけど、白ぬかでもさ動画を撮影してたらなんか次から次へとね、なんかあの大和郵便のトラックが現れるんですよ。やっぱりさ宣伝したいんですかね皆さんってね、あの白ぬかや裏風呂に荷物を送るときはね、大和郵便をぜひご利用くださいというね、そういうことなのかもしれないですね。本当に伊藤リーガル総合事務所、司法書士、行政書士、司法書士と行政書士の違いがちょっといまいちよく分かってないんですけども、司法、うん、司法行政、あそうか、三権分立の話か、司法立法行政って言いますもんね。だからそのまあそういうことですかね。ってことは立法書士っていうのもいるのかな、立法書士ね。三権分立ってことはやはりね、例えば立法っていうのは国会ですよね。国会だけが力を持ちすぎて、裁判所がねその国会に遠慮してしまうとかね、そういうことになっちゃいけませんよっていうことですよね。だから行政書士っていうのと司法書士っていうのはね、二つに分かれてんじゃないかなと思うんですけど、だったら立法書士っていうのもあるのかな、あんまり聞いたことないんですけど、やっぱり三権分立ですからね、やっぱりないと不公平っていう話になりますからね。やはり不公平っていうのは良くないですからね、公平にしないといけないですからね。健康公園だって、なるほどね、この公園に来ると健康になれるという。だからこの歩行動画シリーズも公平にいろんな場所を紹介しようと思ってるわけですよ。札幌は確かに便利ですよ、帯広も釧路も鉄道が通ってるから便利かもしれないけれども、そういう便利なところだけ紹介するというのは大変不公平ですからね。うん、まあそんなことは言いつつも、やっぱりどうしてもね、東京と北海道と東北地方に偏ってしまってるからね、今の現状は非常に不公平と言わざるを得ない状況なわけですけども、鈴木写真館だって。だからこれからは北海道や東北、東京だけじゃなくて、まあ、北関東とか北陸とか東海とか、まあ西日本ですかね、九州とか、そういう地域もたくさん歩行動画で紹介していかなければいけないな、そうしなければ公平な歩行動画とは言えないなとね、まあ、常々頭を悩ませているわけではないんですけども、歩行動画を撮影する地域に不公平さをなくすっていうのもそうなんですけど、それだけじゃなくて歩く道を差別しないっていうのかな、市街地の道も歩くし国道も歩くし、ど田舎の国道も歩くし山道も歩くっていう、あ、ちょっと待って、天理教三浦文教会、天理教ってさ、天理教の教会ってさ、非常になんかね、フランチャイズチェーンじゃないけど、いろんなところにありますよね。本当にこうチェーン展開がね、非常にこう活発でね、うん、なかなかその建物も立派ですよね。まあ、天理の奈良県の天理にある建物と比べればちっちゃいですけども、それでもやっぱりね、ミニ天理っていうかね、やっぱり裏幌の天理教の教会に通ってる方々は、まあ、いつかはね、奈良県の天理行きたいなと思ってるんじゃないですかね。まあ、その時はですね、ぜひ私の歩行動画天理編というのありますので、ぜひ予習していかれるとですね、いいんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、ただその、天理教に関わってる人から見た天理ではなくて、天理教の知識が全くない私の見方ですから、まあ、その辺はね、その天理教に入ってる人から見ると分かってないなって思われることもあるとは思うんですけども、ただ公平っつってもね、その様々な人の見方をっていう意味での公平性っていうのは無理ですからね。それはね、お年寄りから見た裏幌町、幼稚園生から見た裏幌町ね、
男性から見た裏ホロ、女性から見た裏ホロ、そんなの無理ですから。それはもう独善的にね、俺が標準だっていう風にね、自分中心、自己中心的、自分勝手に散策していかないといけないなという風に思ってるわけなんですよね。まあ、結構古い建物も多いですよね。こういう風に壁が剥がれちゃったりとか、なんか雨のせいかシーンと静まり返っちゃって、なんか非常に寂しい雰囲気ですけど、まあでも晴れても多分雰囲気はあまり変わらないでしょうね。そんなこと言っちゃ悪いですけど、でもそれが自分の見方ですから、うん、裏ホロの人から見た裏ホロなんてそんなのは分かりっこないですから。なんかバスがたくさん止まってますね。スクールバスか。あースクールバス、まあ、歩くのが一番好きですけど、乗り物もまあそれなりにね興味はありますから。でもスクールバスは興味ないですけどね。なんか小さい頃、その私は埼玉県に住んでたんですけど、その近所にバス走ってなかったんですよ。鉄道あったんですけど、それでなんかバス乗ってみたいなって常々話してて、そしたらお母さんがなんか幼稚園に入ったら幼稚園バス乗れるんじゃないって言うんですよ。いや、そういうことじゃなくて、物理的なバスに乗りたいんじゃなくて、そのバス、路線バスにね、そのバスという交通システムを体験したいのであって、そのバスの車両に興味があるわけじゃないのでね。あ、福原がありますね。福原っていうスーパーがあります。ちょっと色あせてますけどね。まあ、福原は北海道東部によくあるスーパーマーケットなんですけどね。まあ、そろそろ駅の方に戻りますか。靴が濡れちゃうんでね。七かまど朝鮮姫つげ、この木、嘘、どういうこと。このなんか伐採されたような木のモニュメントが七かまどなの。七つのかまど。ちょっとね、張り紙というか看板の意味が、シーンがつかめないところがあるんですけど、まあこうやって喋ってるね、言葉の真意もやはり皆さんに 100% ね、正確に伝わってるかって言ったら、まあ伝わってないでしょうけどね。まあ伝わってるか伝わってないかなんて私には興味ないですけどね。洋菓子のブルボン喫茶松屋か。さっきもなんか洋菓子っぽいお店ありましたけどね。あ、パン屋か。しかしシャッターの降りてしまってるお店が多いですね。こうやってなんか農業に励んでるんでしょうけど、花高すぎだろ。花高すぎ。花ちょっとさ、ちょっと押したくなりますよね。ダメか、そうやって長いものをね、出る杭を打とうとしてダメか。出る杭はね、引っ張んないとね。鼻が長いからって言って、ちょっと鼻さ、ちょっと引っ込めろっていう風に、そういう風に、とっさに考えてしまう。その発想が良くないですよね。やっぱり長いものは、もっと長くしなきゃ、ね。うん。例えばね、こういう風に木があるじゃないですか。この街路樹がね、たくさんあると思うんですけども、例えば街路樹がね、10本立っています。で、そのうち9本は高さが4メートルです。残りの1本は高さが5メートルです。さあどうしましょう。うん、その残り1本の5メートルの木を 1メートルね、直近直近って切って4メートルにして10本統一してしまおうという、そういう考え方がね、私は非常に嫌いなわけですね。わかりますかね、言ってる意味が。その1本が5メートルでのっぽすぎるっていうか高すぎるんじゃなくて、残りの9本が低すぎるだけなんですよ。てめえらさ、残りの1本のね、5メートルの木を見習ってもっと成長しろよって話なんですよね。うん。まあ、だから、高い花はもっと高くしろって話。倍地ですね。倍地。売り地かな？うん。イエステーション。ね、駅前一等地ですからね、駅前の駅まで徒歩
1分未満の高立地ですからねえ、誰か買ってほしいですけどね。まあ、そんなわけで、まあ、軽く浦幌町内を散策してまいりましたが、まあ、やはり雨の中の散策というのは非常にこうやりづらいなという、やっぱり雨には勝てないですね。徒歩旅行の研究を続けてきた私でもやはり自然の雨や雪にはなかなかね太刀打ちできないんですが、そこをなんとか太刀打ちしたいとね、これからちょっといろいろと長靴で長い距離を歩く方法とかね、そういうものを研究していきたいなと思っております。そんなわけで今日は北海道十勝地方の浦幌をご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。